アウンゼイヤは、ミャンマー海軍が保有するフリゲート。中華人民共和国の技術支援によって、ヤンゴンの海軍交渉で建造された。官名は後に、コンバウン王朝の初代国王になった、妄想ポ集落の主張アウンゼイヤの中から取られた。設計面では、中国人民解放軍海軍の子を守る型フリゲートをベースにしているとされる。ただし本館では、完備甲板を、 ヘリコプター艦艦としているものの、同型とは違って、関西ヘリコプターのための格納庫は持たない。レーダーとしては、インドのバラードエレクトロニクス社製ロール -02 を首相に設置するほか、日本製の広報用レーダーも備えている。対艦兵器としては、c 8 0に艦対艦ミサイルの連想発射等2機を備えている。一方、対戦兵器としては、 対戦ロケット砲を備えているとする説と、324立方ミリメートル連装単魚雷発射管を備えているとする説がある。艦砲は76ミリメートル単装速射砲を装備している。また、CIWS として、環境直前量限と、後部上部構造物量限に、計4機の AK-630 を備えている。アウンゼイヤは、 ヤンゴンの海軍交渉で2006年に寄港され、2011年12月に収益した。本級をもとにした発展型のチャンシッター級フリゲートが2014年から収益を開始しており、ジェーン海軍年間ではこちらも本艦の同系艦として扱っている。ありがとうございます。